一応ごめんなさい、ジョーさん、ギーチャンネルです。今日はね、またスーパーでグッとくるものを買ってきたんで、それを使った料理を作っていこうと思います。まず買ったのはこれ、本マグロ釜、宮城県産680円。まあこれはもう大トロと言っていいんじゃないか。すごくうまそうな身だったんで、これを買いました。ちなみにこれ重量にして、容器全部このまま込みで 950g でした。値段が高いか安いかは分かりません。そしてもう一つはこれ分かる人多分ほぼいないと思うわ。タコ道具、タコ道具下北さん3割引き。これはタコの内臓らしいです。私もよく分かりませんが、これはただ切って味噌汁に入れて、あとネギぐらいが入ればもう十分食えるらしいです。なんで今日はすごいスーパーシンプルメニュー、あんま野菜ないんだけど許してねっていうのをやっていきます。まずマグロの釜に、乗っけるタレというか油作ります。オリーブ大さじ4、塩 8g くらい、そしていつもの、刻んだニンニク、今日は手でやりました。たまにはね、4かけ分ぐらい。あとはこれを混ぜて、マグロに乗っけて焼くだけというシンプルメニュー。そしてオーブンの天板にクッキングシート引いて、あとはこのマグロを乗せて焼くだけ。わーおDHA EPA の宝庫ですよこれは多分。いやこれどう、いいんじゃない。もうすでにいけそうな感じしてるわ。多分だけどこれ冷凍ものじゃないと思うんだよね。じゃあオリーブ塩ニンニクをかけていきます。いいんじゃないですか。これ準備できたんで、はい、できてます。ちょうどできました。あと入れるだけなんでこれで焼きます。さて今日はむしろメインはこっちかもしれない、タコ道具、まあ、タコの内臓らしいけど、これはもうなんだろう、適当な食べやすい大きさに切って味噌汁に多分ね入れるという、それだけで食べられるっぽい。もう何が何だかもうすでに茹でてあるんだね多分ね。火は通ってるっぽいので、まあ切って茹でる、すいません何も調べてなくて、これどこの部分か分かりませんがタコの内臓です。ちなみに食べられるそうです、ちゃんとね。じゃちょっと切って入れようと思います。どうなってんだ、これがこうくっついてんのか。へえまあ2個ずつくらいに切るか。手にボロボロになりそうだな、これは。適当にまあ切って、あとはボロボロになってくれそう。できたかな。あとこれとネギとわかめだけで、まあこれは適当にもう作っちゃいます。さて20分くらい終わったんで、おお熱そう。あ、いい具合だわ。はいはい、ちょっとこの片手だとカメラ持ってると厳しいからちょっと出します。もう撮れてる。ああ適当にもうちょっと寄って。ああいいね。おお、すげえことなってんな。はい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 、
なるべく言葉を発する。まあ、ね、これで、この赤の、赤のこれが押すと、何でも取っといて。これどうやってあげる？無理じゃない？どうするなんか、あ、手だ。いや、わかった。絶対熱い。これ絶対手だ。うちのこの料理用ビニール手袋を使えば、これいけるでしょ。でさ、このオリーブオイルさ、多分後からかけたくなる。多分そうだよ。あ、うん、上にボロボロって。しみでしょ。あ、意外とつくね。あ、おう。どうする？でもお皿一枚だな。こんな食えないよね。うん、これはちょっと食べきらんと思う。これは食えるけど、絶対食えないよね。こんな感じ、どうだろう。釜焼きました。多分これさっきの大トロの部分かな。ちょっと食べようと思います。どうなん、ちょっと普通に多分入ってます。そうだ、いただきます。わからん。これが油の部分で、でもここも食えるんじゃないかな。ちょっと絶対取れない。ちょっと一回よけて。いただきます。あ、全然ピンとが。まあいいや。ほぼ油だわ。大丈夫かな。めちゃめちゃ油、うん、これあれだね、しばらく口からなんか猫の缶みたいな、猫の餌缶みたいな、なんか匂いしそうなぐらい。こっちはどうだろう、タコ道具。分からん、食感しかない。うん、どう思った食感と違う。なんかコリコリしてそうと思ったけど、ちゃんと噛み応えがある。味ある。してる部分がこれってこと。うん、なんかね、2種類あって、部分がこの部分と、こっちが、うん、DHA、EPA は大丈夫なんかな。むしろあり、血液には。あ、どうだろう。どうなの。あれって青魚に多いやつじゃなかったっけ。ほうほう、まあ、マゴモンがある。あ、そっか。でも、ニンニクはいい具合に焼けたわ、よかった。丸焦げになってどうしようかと思ったけど、でもほぼマグロだと思う。オリーブは多分落ちてるから。ああ、そうです。第1回お試しなんで、今日はこれぐらいです。それじゃあね。